皆さんこんにちは、天野亮太役の内浦純一です。いよいよ始まるという気持ちです。まあビヨンは、何度も出演させていただいてますが、今回はまた特別に、まあ去年から、のリベンジ公演というか流れた思いもありまして、本当にワクワクドキドキの、日々です。今回は柴田理恵さん出ていただくということで、本当になんていうか、まあ、舞台の共演は十数年ぶりぐらいですかね。本当に楽しみにしております。まあ、柴田さん、あと岩瀬さんがお姉ちゃんで、僕が弟っていうこの3兄弟の、お話もあって、あと皆さん、町の皆さんとか、いろんなこうやっぱり岩瀬さんの素晴らしい脚本で、本当に読んでいても、考えさせられますし、本当に皆さんにぜひ見に、来ていただきたい舞台です。柴田さんとの家系も楽しみで、まあ本当にお姉ちゃんみたいな存在なので、それが、柴田さんと僕、そして岩瀬さん、あっこにしかできないなんか三兄弟ができればなと思っております。自信あります。ぜひ劇場に見に来てください。よろしくお願いします。